相当やばいですよ、これ。真っ赤ですよ。真っ赤ですか？はい。あれ？いや、結構まずい。今どうですかね、鼻ね。今通ってきました。うつ伏せの状態で通るって、なかなかないですよね。はい、けいでんから、こんにちは。よはり、きゅん、えだです。今日はまた友人がですね、動画クリエイターの佐藤さんに来ていただいてます。お願いします。はい。で、花粉症治療2回目ということなんですけど、はい。結構、前回は数日は良かったかな。そうですね、数日間持って、はい、また最近ちょっと戻ってきちゃったかなみたいな、はいはい、繰り返しやっていくとですね、結構出なくなってくる症状、はい、まあ、ちょっとですね、2回目の治療でガッピングもしてですね、結構この間もやばかったですけど、ね、この間のエンディングちょっと取り回ってたぐらいですね、これですかね。いや、もう自分でもちょっとびっくりしましたね、はい、自分でも分かりました。あ、これ悪い人のやつ、これ悪い人のやつですね、完全に。ちょっともう未だにまだあと残ってるんで、はい、これはやばいなっていう自覚が全くないだけにちょっと怖いなっていう、やばいですね、はい、これ大丈夫です。繰り返しやってることで結構解毒作用がありますから、こんなのひどくならなくなってきますか。あ、本当ですか。はい、滞ってます、ね。はい、やっぱり花粉症の方です、ね、音が、ね、免疫力もちょっと下がってます、危ないです、ね。あ、そうですね、これも上げたいと思います。はい、はい、行きましょう。ではですね、一応ビフォーアフターの鼻のスースー、反対です。こっちこっちが通らない、通らない感じですね。あと奥が通ってない感じですね、はいはい、これもチェックしてシュッと通しますので、お願いします。鼻の動きもチェックしていきたい。首だけで右側左向きですね。超絶硬いですね。花粉症の方って首硬い方多いですよね。あ、そうなんですね。ここは結構詰まる原因ですか、はあ、お腹手を置いてもらって、右ひねって、で反対に、あ、こんなボディケンがこう言ってましたね、今。はい、じゃあケアしていきましょう。そうですね、もぐりが悪いですね。あまり痛くない感じじゃないですか、反応として。両肩のやっぱり一番汗が残ったところが、はい、終わった後触るとちょっと痛かったんです。ちょっと悪いかなっていう。ちょっと流していきたいですね。全然大丈夫です。全然大丈夫な割にこないだ後が背中やばいっすよ、これ。痛みはね、出ないんですけど、なんか麻痺しちゃってるんですかね。麻痺してるんですかね。これ普通結構痛がりますよね。痛がりますね。あ、皆さん痛がるんですか。結構痛いっていう感じ。そんなですか。はい、これ大丈夫ですか。全然大丈夫ですね。ちょっとやっぱり不感症になってます。不感症なんですかね。え、そんなに痛くないですけどね。やっぱ結構パフォーマーもされてるじゃないですか、はい、で、なんかやっぱり鍛えられてるんですかね、体が。あ、どうなんでしょうね、痛みとか怪我とか、ね、いや、これでも相当やばいですよ、これ背中的には。真っ赤ですよ。真っ赤ですか。はい、あれなんだろう。痛みを感じない、ちょっと逆に問題かもしれないですね。ですよね、なんかちょっとそれぞれ怖いな。いいですか、初回分量。これ大丈夫ですか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。これ大丈夫ですか、本当に。ちょっとやばいですか、色が。やばいですよ。あれ、痛って普通ですね。痛って普通。ちょっと不感症やばいですね。若干痛みには強い方ではあるかなと。でも、なんだろう、そんな痛くないっていうか、全然痛くない。全然大丈夫。全然痛くないです。危ないですね。危
危ないですね。全然私大丈夫ですって言ってね、倒れる人いますからね。あ、結構まずい。結構色濃いですね。結構やばいです。こんな濃いですか。赤黒いです。コンディショニングとね、状態が良くなるんで、はい、悪いのは分かるんですよね、はいはい。あ、ちょっと滞ってきたなとか、そういうのは分かってます。だけど、そのまま行くと体硬いのが当たり前になってるから、別に大丈夫ですみたいな。では、首に配していきます。これ、今どうですかね、鼻ね。あ、そういえば通ってきました。通ってきました。通ってきました。うつ伏せの状態で通るって、はい、なかなかないですよね。詰まりそうですよね。普通詰まりますよ、はい。うつ伏せで抜けるんですよ。大きい感じですね。それで、はい、これですね、10分ほどお休みいただきます。はい。はい、今ちなみに鼻どうですか？鼻はまだ通ってます。うつ伏せ長いんですけどね。そうですね。突きしますか？はい。あ、でもなんかちょっと軽、実際肩軽くなった感じがします。まず肩。おお、全然いいじゃないですか。いいですね。はい。いいですね。いいですね。おお。おお、こんにちは状態です、ね。すごい。おお、すごいですね。はい、大成功です。大成功です。はい。カッティングプラスハリ1本やったりとか、ゴリゴリでしたね。ゴリゴリでしたね。はい。全然違いますね。2回目なんで、だいぶ良くなってきた感じですね。ああ、そうですね。ただ肩がやばい。変わんないですね。前回はこれですか。あ、そっか。これに比べると相当良かった。そうですね。これはちょっとやばいですね。まあ、自分で見ても。だいぶ流れてきました、ね。ああ、良かったです、はい。結構楽になってると思います。はい。はい、あ、ちょっと上どうですか。もちゃもちゃ行くじゃないですか。え、下。ああ、もうすぐ着きますね。いい感じですね。はい、ここ着きたいですね。はい、まだちょっとあれですけど。はい。でもストレートネック改善できてくる。はい。大丈夫です。すごい、いい感じですね。大成功でした。ご協力ありがとうございます。はい、こちらこそ。ありがとうございます。どんどん良くなっていきますね。はい。はい、ということで、今日はここまでになります。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。佐藤さんの YouTube を見てください。お願いします。